ミハウカジミエシュ・ラジビウ公ミハウカジミエシュ・ラジビウは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公家リトアニア屈指の名門、ラジビウ家の当主で、同盟の祖父ミハウカジミエシュ・ラジビウと区別するため、魚を意味するルイベンコの異名で呼ばれる。ネスビジとオルイカのオルディナトで、ビルジャイ、ドゥビンギエイ、スーツク及びコプイタの領主でもあった。 カロルスタニツワフラジビューコーとその妻のアンナ・カタジナ、サングシュコの間の息子として生まれた。若い頃、ヤクプルドビク・ソビエスキの娘マリア・カロリナ・ソビエスカと恋に落ち、結婚を望んだが叶わなかった。1727年に、白ワシ勲章を受けている。1728年より、リトアニア騎兵隊長。1734年より、リトアニア区内副長官。 1737年より、リトアニア野戦へトマンを呼びトラカイ上代、1742年より、ビリニュス上代、1744年より、ビリニュス県知事を呼び、リトアニア大へトマンをそれぞれ務めた。父と同じように、プシェムイシル、ブラツラウ、チューフフ、オストラ、グシチュフ、オウールチ、ノビタルク、パルチェフ、オシェク、カウナスなどの大官職を保有する大都地。 所有者であった。最初の妻で劇作家だったウルシュラ・フランチシカ・ビシニョビエツカとの間にカロル・スタニスワフ・ラジビューラ三男四女を設けたが、1753年に死別した。同族のレオン・ミハウラ・ラジビューの未亡人であるアンナルイーザ・ムイチェルスカと再婚し、マニー・ヒエロニム・ヴィンツェンティ・ラジビューラ一男四女を設けた。ありがとうございます。